第41回公認放送。はい、皆さんこんばんは。リオニス名誉親善大使のアサルトでございます。本日も公認放送よろしくお願いします。9月末ということで、お知らせではね、新たなキャラクターが出て、賑やかにね、タイムラインが盛り上がっていることじゃないでしょうか。ちょっとね、僕もこの放送始まる前に今もうすごいお知らせ見て、新キャラ来たと思って、皆さんもね、ちょっとね、そんなこともありますが、本日はギルド紹介放送ということでね、皆様に新たなメンバーを募集しているギルドさんをね、紹介していきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、ソリはこんばんは。言っとるじゃん。はい、こんばんは。今日の公認放送はですね、第5回となるギルド紹介放送です。期間限定ギルバト5っていうのもあって、メンバーの募集とか、新たなギルドを探している方もいることでしょう。そんなつながりをフォローアップしていきたい放送となっております。一緒に遊ぶ仲間を探したいとか、あとは新しいギルドを設立したので協力してほしいとか、上位を目指したい、コンセプトがあるギルドのメンバー募集したいなどなど、紹介させていただくギルドでね、多種多様となっております。気になったところがあればぜひ、声をかけてみてください。放送内のねスライドで問い合わせ先、連絡先を載せてるんですけど、ちょっとよくわからないから、サルトさんに聞いてみようということで、私宛にね、連絡していただいても構いませんので、紹介させていただきますので、はい、よろしくお願いします。僕のツイッターへのね、リンクは概要欄に載せてありますので、そちらぜひご参照ください。今回、応募期間がね、ちょっと短かったんですよ。23から募集を始めて、25までのね、ちょっと3日間っていうね、短い期間になってしまったんですけれども、たくさんのギルドから応募いただきまして、今回14ギルドから応募いただきました。ご応募ありがとうございます。前回の放送は15ギルドだったので、今回もね14ギルドということでね、ご応募いただいたギルドを全て紹介させていただきますので、お楽しみに。それではね、早速ギルド紹介に移っていきましょう。紹介順は順不同となっていますのでご了承ください。もしね、自分のちょっと所属しているギルド出たらね、ぜひぜひコメントで盛り上げてってください。はい、じゃあそれじゃあまず一つ目のギルドはこちら。ちょっとね、画面を動かすからちょっと待ってね。1つ目のギルドはこちらでございます。ちょっと待って、かぶっちゃってる。公認放送の画像がかぶっちゃってる。はい、一つ目のギルド、インソムニアさんです。となっております。今ちょうどね、コメント欄に引いてあげて、ロクラさんの描いたね、イラストでございます。いつもね、ファンアートなんかもありがとうございます。とにかく、たりゆるりと無理なく上を目指しているギルドインソムニアということで、 ID 載っております通り、ランクはアリエス2、石像は55556ですね。で弊社が5枠となっております。上位で疲れたり忙しくなった方や、復帰でリハビリ、コラボで新規に始めた方など様々いらっしゃいますが、保養所のように皆さんのびのびされているようなギルドとなってます。まったり方針ではあるんですが、在籍メンバーにね恵まれているということでね、ちょっとエピソードをご紹介したいと思います。6月28日にマスター2に昇格してから、昇格日の記録をつけているんですが、9月1日にハリエス2に昇格するまであまり負けずに勝ち上がってこれましたと。2ヶ月弱でね、アリエス2まで、マスター2から駆け上がってるってことはね、結構なね、ペースで、勝ち上がってますね。とはいえ、まったり方針なので、今のやり方で勝てなくなってもあまり気にしません。募集内容、ギルメンを1から2名募集しています。できれば、
ギルバト参戦いただける方で、特に限定戦の編成は漏れずに対応いただきたいです。強さは問いませんということで募集ですね。皆さんこんばんは。こんばんはアルス、こんばんは。こちらのインソムニアさんね、一つねちょっと個人的にいいなと思ったところがあって、まったり方針っていうのがね、まあ、まったりギルドレスってもよく聞く言葉だと思うんですけど、まったり方針でだんだんこう勝ち上がっていっていくと、どっかで壁に当たるんですよ。勝てなくなってきたなっていう時にね、ぶち当たるんですよ。うちのギルドもねそういった経験があって、そういう時にやっぱり勝ちたいっていう気持ちが出てくると、まあ、ちょっと自分に合ったギルドまた見つけようかなとかってなるんですけど、最初からねもう方針で今のやり方は変えないって言ってくれてるので、そういったこう自分経験のねちょっとある方はここちょっとピピピピッと来るんじゃないかなと思います。まったりですって言って進んでって勝てなくなった時にちょっと方針転換しますっていうね、方針転換するかしないかっていう舵取りをするした経験のあるギルマスの方は多いんじゃないかなと思うんですけど、そこはね方針変えずということなんで安心して応募できるんじゃないでしょうか。で、外部ツールについては任意でディスコードを用意してます。だいたい4割ぐらいの方がね入ってくれてます。ギルメンに絵師や YouTuber もいるので、現役以外のネタも会話したりして雰囲気はいい方ではないかと思っていますとのことです。絵師さんはねもうね今目に映ってるから小倉さんの書いてくれてるね、破滅してる、してる、そしてノクティスと、いいですね。まったりなのに勢いありますよと在籍ギルドメンバーからねコメントが来るくらいですから、勢いもあってアクティブ、そんなねギルドを探している方はいかがでしょうか。まあ、YouTuber もいるっていうことなんでね、どの方ですかっていうか、どんな配信されてるんですかって聞いたらね、レトロゲームとかなんかギター弾いてたりとか、なんか多種多様なねことをやってるってことなんで、ちょっと気になっちゃいました。はい、気になる方ぜひねインソムニアさん扉叩いてみてください。タウロスに上がったら翼シュテルに変化するのでご協力お願いします新しいねイラストに変わるとタウロスに上がったら、これはちょっと協力したくなっちゃう人いるかもね。はい、はい、ということで一つ目のギルドインソムニアさんでした。連絡先は右側、画面右側、これね。Twitter じゃないな。今、X って言うんだっけ？ X、過去旧 Twitter にて、小池さんまでね、DM の方、よろしくお願いします。はい、続きまして、2つ目のギルド、行きましょう。ちょっとね、画面をね。ギルド画像をね、いただいてるんですけれども、紹介画像について、まあ、サイズとか、縦方向だったり、横方向だったりでね、ちょっと放送に合うように若干縮尺を変えている場合があるので、そちらちょっとね、ご容赦いただければなと思います。今もう Now で変えてます。あ、ちょっとずれてると思う。Now で変えてるんで、ちょっと待ってください。それでは2つ目のギルドは、こちら、ギルド名どこやねんという話なんですが、ウォンテッドではありません。ウォンテッドではありません。下の方にね書いてある俺の背後で王立つなっていうね、ギルドさんです。俺の背後で王立つなんですね。募集人数は10名となってます。コミュニケーション手段としてはギルチャ、それから X かっこ旧 Twitter、それからディスコード。ギルドの PR いただいているんで読み上げさせてもらいます。8月に立ち上げたばかりの新設ギルド、めちゃくちゃ新しいですよね。8月、先月ですよ。強さよりもコミュニケーションを取れる方を大募集、楽しむをモットーにしていますので、とことんふざけつつ上を目指しています。リーグ上位帯ギルド、過去、1位から10位かな、から10位までのギルドの経験者も数名在籍していますので、編成相談もお任せください。一緒に駆け上がりましょうといただいてます。めちゃくちゃ上位ランカーっていうか上位ギルド
の経験者も数名いるということで、これは今後ちょっとね、目立ちそうな印象がありますね。そんなギルドの設立、8月に新しく新設したということで、ちょっときっかけというかね、理由なんかあったら聞かせてくださいということでヒアリングをしてきました。そしたらですね、回答いただいたのが、前のギルドで仲良くさせてもらってた方から連絡があったことがきっかけでした。内容はギルドを探してるんだけど、楽しめそうなギルドがちょっと見つからないと。見つからないから引退しようかなっていうね、連絡があったそうです。そこで、楽しめるギルドがないなら、作ってみようと。ということで、設立に至った。そうですね。そして、まあ、作ってみようと、一緒に作ろうじゃないかと伝えたところね、相手もとても喜んでくれて、新設ギルドにつながったという、ちょっとほっこりエピソードだよね。絆エピソードいただきました。で、まあ、メンバーもね、募集人数が10名っていうことなんで、今20人かな、いらっしゃるのか、まあ、石像もあるんでね、もう少し少ないかもしれないんですけど、結構な人数が集まっていると。で、元ギルメンなどにね、声をかけたところを、新しいギルドを設立したいと、声をかけたところ、心よく集まってくれましたということで、なんかね、あったかいギルドだよね。ちょっとさっきからね、画面に映るおじさんがね、なんかスナイパー味がちょっとね、ギルド名前またあるんだよね。懸賞金高いな、おじさん。そうか、他にもギルドに関するエピソードいただいてます。限定戦のギルバトの後や前に、他ギルドの方も交えてフレマ大会を実施すると、在籍している方たちが楽しめるようなコンテンツを実施しています。すでに3回実施してますが、皆さん強くて、このね、富士山、右上の富士山、私は1回しか優勝できませんでした。今後も様々なギルドとの氷も交えながらフレーム大会を実施していく予定ですということで、結構いろんなね、交流がある方のようで、人望ありますよね。なんかその、新しいギルドを設立したいって言って、声かけたら集まるし、ギルド探してるんだけどどうしようかって相談も来るし、ということで、まあ、かなりね、人望が集まるギルマスなんで、なんじゃないでしょうか。そんなところにね、集まる方、やっぱ絆も強く結ばれますんで。はい。ね、俺の背後で王立つな、新設ギルド、よろしくお願いします。連絡先はですね、画面表示にある通り、富士山アット幻影戦争まで、お願いします。ギルドの ID はね、左上の、1734から始まる番号の方でよろしくお願いします。はい、それでは続きまして、3つ目のギルド見ていきましょう。3つ目のギルドはちょっとね、新しいというか、こういう形もあるんだなっていうギルドなんですけど、はい、皆さんこんばんは。ギターを教わりたいギターを教わりたい YouTuber にちょっと聞くしかないかもしれないですね、それはね。はい、お次のギルド、こちら、最高のリワードを共にということで、ギルドリワードさんのご紹介をね、させていただこうと思います。こちらも新設ギルドではあるというか、新設というか、復活というか、今年1月ですね、約8ヶ月前、9ヶ月前に一度解散したサイクロップスというね、ギルドがあったんですけど、そこのメンバーが集まって再稼働したギルドになります。結構サイクロップスさんって上位なギルドで、まあ、以前のギルド紹介でもね、何度かご紹介させていただいたとか、あと僕もその交流戦というかね、イベントとかでご一緒させていただいた記憶もあるギルドさんですね。で、現在リワードランクはタウロス3となってます。ギルドの方針は、報酬イベント系全力
もうリワードっていう名前の通りですよね。報酬イベント系全力で、ギルド名のリワードの日本語訳である報酬をがっつりいただいちゃおうというギルドになっております。新しい報酬目的で頑張ろう。結構ねやっぱそれもありですよね。報酬はやっぱ見返りが欲しいっていうのは重要ですから。通常ギルバとは各々フリースタイルでまったり、裁きギルドレイド、期間限定ギルバとはギルドで設定した目標達成のためにメンバー全員で頑張ります。ギルドみんなで達成しようという目標なので、各々ができる範囲で全力を出そうという方針です。加入条件はディスコードだけ必須となっています。手持ちに不安があったりイベント系が自信ない方でも歓迎しております。グッとマークついてます。個性たっぷりで賑やかなメンバーたちがギルメンの編成相談などのメンターとして在籍しておりますので、スコア系イベントが苦手な方も好きになってくれること間違いなし。一緒に報酬たっぷりいただきたいメンバー募集中です、と言って、欲しい欲しい、石欲しい。まあ、裁き、ギルレ、等々、いろんな、まあ、期間限定ギルバットもそうですね。いろんなこう報酬があるコンテンツがあるんですけど、そういったものを頑張ろうというギルドですね。これも一種のコンセプトギルドというか、なんだろうね。なんか、なんていうの？なんか、報酬を目当てにって、なんかギルドって名前にぴったりな感じがしますね。石像は7777、あ、嘘言いついた7が4つ、キリ、蛇から、あ、獅子まで石像は7レベル、剣士の石像は10となってます。ギルド ID は、ちょっと口頭で失礼しますが、1734353861、復唱します、1734353861です。このギルドのエピソードいただいております。8月下旬にね、再始動開始して初めてのイベントが8コラボの裁きでした。実質稼働してるメンバーがね22名しかいなかったんですが、さすがに22人じゃ50以内はちょっと無理だろうなと思ってた矢先に、ギルマスから今回は50以内に狙いますと一言あったそうで、そこからギルド内でね、動画を共有したり、裁きを走ろうと協力したり、スコアを重ねていって、最終日の朝には累計スコア52位。朝ですからね、最終日の朝、裁きって最終日の朝10時に終わるので、まだ数時間残ってるんですよ。そのアップデートまでの数時間、こそこそボス地形をね消費しても、順位がなかなか覆らず51位で終了したと思ったら、アップデートを終えてね確認してみると49位。会社勤めのギルメンが多くてね、みんな出勤してる時間にもかかわらず最後に大逆転すごいぞと、みんな盛り上がってるとともに、あの仕事してるんかと思いながら大歓喜した最高な瞬間でした、ということで、これも素敵なエピソードですね。なかなかそのね、あともうちょっと頑張ろうで答えてくれるメンバーが揃ってるのはね、やっぱこれもギルドのつながり感じますね。石がたくさんもらえるのも嬉しいんですが、ゲームをやる上でギルメンみんなで努力し目標を達成し喜びを分かち合う、この瞬間こそが私たちにそっとって最高のリワードだなと感じました。報酬ね、石とかだけじゃなくても、やっぱこのね、喜びを分かち合う今までのメンバーとね、やったぞという瞬間こそが報酬だと。部活動みたいですね。めちゃくちゃ仲良く感じるけど。はい、ということで、リワードさん、メンバー10名、間違えました。募集人数、ちょっとね、確認してなかったな。ごめん。募集人数、確認してなかったんですが、募集中です。連絡先は、はるさんまで、旧 TwitterX のね、こちら。はるさんまでよろしくお願いします。それでは、続いてのギルドを見ていきましょう。続いてのギルドは、
とこちら嬉しいね、内容があるギルドさんの。紹介なんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はい、続いてのギルド、こちら、キングスグリードさんですね。あ、ちょっと僕が邪魔ですね。ちょっと待ってください。キングスグリードさん。アサルトでね、ちょっと大事なところが見えてないんで、ちょっと待ってください。はい、見させてもらって、はい、キングスグリードさんから、応募来ましたということで見ていきましょう。ギルドコンセプト、自由編成でトップを目指す、固定化された統一編成ぶち壊したい、全部同じじゃつまらないだろうと。そんなのはとにかくやる気だけ、要は模擬戦、課金額で判断はしない、統一編成じゃないから手持ちは関係ないぞと。他にも教え合おう、助け合おう、コミュニケーションが活発です、ボイチャもありますということで、目標はギルドバトル1を目標にしているギルドさんです。前回、前々回もかな、紹介させていただいたんですけれども、今年の1月に、立ち上げられた、まあ、割と新しいギルドなんですけど、まあ、前回の放送で紹介してから、満員になって、まあいいんじゃない、加入してくれて、加入してくれた方もいて、公認放送のね、効果をありましたと報告していただいて、本当にね、嬉しい内容もありました。ね、また僕の顔を戻したいんだけど、あ、戻ってきました、ただいま。もうこちらのキングスグリードさん、PR いただいております、モチベーションが高いメンバーばかりで、編成に関する意見交換やディスコードのやり取りが活発です。よくボイチャで編成相談をして楽しんでいます。ボイチャの参加はね、自由および危機戦 OK ということです。気持ちがあれば手持ちは問いません。育成は結構マイペースな印象です。ギルドイベントはノルマなし、まあ、50位には入れるようにはね、頑張りますと。で、メンバーの在籍状況について、こんな方がいますよと。ボイチャで盛り上げてくれるギルマス、推し属性を突き詰めるスペシャリストが多数、バファリンのような優しい方が1名。なかなかボイチャでこう引っ張ってくギルマスっていうのは珍しいんじゃないかなと思いますが、盛り上げてくれるね、ギルドマスターについていこうという方も多いんじゃないでしょうか。バファリンのような優しい人が1名って、これ結構ハードル高くない？バファリンは結構優しいよ。半分優しいからね。半分、ね、その人の成分は半分優しいってことですから。そんな菩薩を超えるような方が1名いらっしゃると。で、前回の購入放送を見て加入してくれた方がいます。彼はツイッターもやっておらず、今まであまりコミュニケーションを取りながらゲームをしてこなかったとのことなんですが、そんな彼も今ではボイチャにもよく顔を出してくれて、編成相談をしているうちにギルバトでもチームのエースとして大活躍をしています。とても楽しんでくれているように見えます。で、くれてるんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。購入放送を見て加入してくれて、今までこう SNS とかコミュニケーションとかもなかったんだけど、めちゃくちゃ変わって今やエース。これ嬉しいエピソードですね。このようにコミュニケーションをとって目標に向かっていけるギルドを目指します。前回放送時にはチャンピオン隊だった我々も素敵な仲間に恵まれ、タウロス2の全体50位まで来ることができました。全体50位。いや、めちゃくちゃ駆け上がってきてますね。まだまだこれからです。共に勝ち取る1位の景色を見に行きましょう。なんか仲良そうね、コメントいただいてますけど、仲良さそう。ボイスチャットとかなんかこの、もちろんゲームもやるんだけど、ギルドメンバーがそこにいるから遊ぶっていう、その人のつながりっていうのもやっぱね、最近大事だなと思うようになってきました。ボイスチャット、雑談、こういうのもやっぱ大切な要素ですよね。
募集要項やる気があればどなたでも OK。 あ、ここね募集要項なんで僕の位置を変えましょう。ちょっと待ってください。はい、一旦消えます。募集要項ですね、どなたでも大丈夫です、教える体制も整えています。募集人数は6名募集してます。仲間が集まればもっともっと強くなれると確信してます。問い合わせ先はツイッターで、ツイッターっても言っていいかな、ツイッターで、キングなりさんまで、お願いします。検索していただければね、出てきます。カタカナでキング、ひらがなでなりとなってます。また SNS をやられてない方は直接ゲームの申請でも構いません。この場合はコメント欄に公認放送見ましたと記載いただけると助かりますということで、直接ゲーム内からね、ギルドを検索して、キングスグリード検索して、申請でも OK と。最後に、持ってくるのやる気だけお問い合わせお待ちしておりますといただけました。キングスグリードさん、皆様よろしくお願いします。1位を取るっていうね、こういう向上心のあるギルドも数が少ないというか、やっぱまったりやろうっていうね、ギルドが多い中で上を取ろうっていうギルドは結構人気な、需要があるっていうところもあるので、ね、埋まる前に皆さん早物勝ちです。よろしくお願いします。はい、それでは続きまして、あ、キングナさん、キングナさん、ありがとうございます、コメント。ぜひ新しい方が見えたら嬉しいです。ギルド運営を相談したい。なるほどね、運営ギルマス相談所みたいな、そういうのなんかあってもいいかもしれませんね。ギルメンの恋愛相談から育児相談までギルマスが解決してくれます。スーパーギルマスじゃん、やばくない？はい、続いてね、こちらのギルドを見ていきましょう。次のギルドはね、結構人気だと思うんですよ。割とすぐ埋まるギルドなんですけど、今回ね、応募いただきましてご紹介させていただきます。こちらギルド玄米茶 EX ギルメン募集中です。まあ、知ってる方は知ってるというか、洋作さんっていうね方がギルマスやってるんですけど、まあ、配信もしてらっしゃって、僕も何度かイベントで一緒になったりとかしたこともある方なんですけれども、まあ、ワイワイやってて結構ね人気ですぐ埋まるイメージなんですよね。こう空いたと思ったらもうすぐ埋まってとところなんですけど、本ですね、今回もですね、当初2人募集だったんですが、1名来ましたということで、残りあと1枠となっております。玄米茶 EX、洋作さんからですね、いただいておりますメッセージ、こちら、お読み上げさせていただきます。玄米茶 EX リーダーの洋作です。当ギルドではメンバー2名募集中、それが1名参加されたので残り1名、現在タウロス2、長年ギルドを続けるうちに裁きの試練やギルドレイドや首都各方面に精通したメンバーが集いました。サブリーダーの浦玉さんがアリーナで2位を獲得、2位参加のディスコードでは攻略情報も充実してきました。もちろん引き続き風紀にも厳しいギルドとして幻影会に降臨します。風紀大丈夫ですか、コメント欄の風紀大丈夫ですか。ご応募は私大作かメンバーまで DM をお願いします、お待ちしてますということで、洋作さんからのメッセージいただきました。 いい声ですか、本当ですか、ありがとうございます。洋作さん真似しました、ありがとうございますはい、別途ですね、ギルドメンバーの方からですね、大切な画像ということで、チームワークおよび、玄米茶 EXのね、にぎわいの様子が伺えるものをねお預かりしているので、ご紹介したいなと思います。はい、こちら、とある日のね、ギルチャらしいんですけど、ちょっと長いので、とても
画面に収まるサイズじゃなかったので、ちょっとスクロールしていこうかなと思うんですけど、ハーロー、ハーロー、さっきからコメント欄でもあるんですけど、まあ、はあ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 ね、言ってるギルドなんですが、これがね、とてもチームワークがいい。とてもチームワーク、同じ人が書いてない。一人も同じ人が書いてない。かなりね、チームワークよく、はあをつなげていただいて、最後にね、ツッコミいただきまして、洋作さん、ちょっとギルドメンバーに厳しく語ってダメですよ。ダメですよ。うちのギルドの画像じゃないです。いるじゃないですか、ここに。ね、はい。ということで、玄米茶 EX、1名募集中となっております。よろしくお願いします。コメント欄でも、コメント欄見ればもう一発でわかるんじゃないかな、雰囲気が。うん。こんなギルドです。本当結構人気ですよね。勧誘戦争と呼ばれるものにあんまり参加してるイメージがなくて、ちょっと募集したらちょっとすぐね、人が入るってイメージなんですけど、はい、人気のギルドさん、1名募集中となっております。問い合わせはですね、洋作さんまで、こちら、X、ツイッター旧 X、 違う、じゃんごちゃもてになっちゃった、X 過去旧ツイッターでね、洋作さんまでご連絡お願いします。めちゃくちゃコメントするじゃん、みんな、はあ、はあ、はあ、いはい、コメント欄のね、風紀よろしくお願いします。お、キングスグリードさん、教えてもらえるのかと、もうちょっとこう興味を示すようなコメントを。ぜひね、ギルドに関してはね、お気軽に問い合わせしてほしいですね。仕事じゃないので、まあ、もちろんガチでやってるところはね、それなりの空気があるかもしれませんけど、しっかりやろうっていうね。もうやっぱ、自分がね、こう、遊びやすい環境をね、作るっていうのも大事だと思いますから、ぜひお気軽に問い合わせいただけたらと。思います。はい、それでは、続きましてのギルド見ていきましょう。こちらギルドアルカフラーズ、ごめん、イントネーションが合ってるかわからないんだけど、アルカフラーズの紹介させていただきたいと思います。通称アルカフって言われてますね。推しで勝つ、推しストロングスタイル、アルカフラーズ。現在、タウロス2、ギルド ID はね、記載の通りとなっております。石像レベルは7、4つと10となってます。で、大体今、ギルドのランキングとしては大体30位から50位ぐらいをね、前後してますよと。ギルバトについては自由編成、自由凸。式なし、貼り付きなし、終盤の手数管理、交通整理はありますよと。他のイベントノルマはありません。アクティブマイペースな雰囲気、さばきは毎回トップ50キープ中というギルドさんとなってます。ちょうどね、コメント欄にもギルマスのトモさんがいらっしゃいます。アピールポイントね、いただいております。推しキャラも環境からキャラもみんなまとめて好きに編成して勝ちに行くスタイル。最近だと、スコールも、アーバインも使ってるメンバーさんいますし、氷だとマップによってベルリックも現役。まあ、ここにね、名前が出てくるベルリック。現役です。ギルメンと他プレイヤーさんへのリスペクトも大切にしているので、きつい言葉は飛び交わないですし、落ち着いた雰囲気で熱々なギルバトが楽しめる環境です。無課金、課金の垣根もありません。かっこギルマスが完全無課金ということで、トモさんについては、幻影ダンジョンっていうね、僕のアサルトチャンネルで、放送してるイベントなんかでも出てもらってたりするんですけど、
完全無課金でね、やってると。もうギルマスが完全無課金でやってて、今ロイヤル5まで来たんでしたっけ、っていうぐらいね、ゆるいというとあれですけど、落ち着いた雰囲気で、やっているギルドさんとなっております。焦らずじっくりですが、まだまだ順位も上っていきたいです。ぜひお待ちしておりますということで、アボガドとアルカフは同じイントネーション、アボガド、アルカフ、アルカフ、アルカフかな、いいのかな、アルカフで、はい。ちょっと僕はね、イントネーション自信ないんですよ。ちょっとね、はい、アボカドも合ってるのかわからない。すいません。同じイントネーションらしいです。エピソードいただいております。アルカフのモットーは、スマホの向こうにいるお相手へのリスペクトとマイペースアクティブな雰囲気です。これまでも夜勤の方、残業の方、受験の方、お子さんの寝かしつけがある方、はたまたお子さん誕生のタイミングをご一緒できたメンバーさんもいます。おー、めちゃくちゃ仲いいじゃないか。できる範囲で楽しみながら、自然と一定以上のアクティブさがギルド全体に緩やかに共有されている環境が一メンバーとして、とても好きですし、ギルマスとして守っていきたいと思います。雰囲気めちゃくちゃいい感じですね。まあ、トモさんのツイッターとか見てるとね、多分現役界で一番リスペクトを持っててポジティブなんじゃないかなっていうぐらい、まあ一番前向いてると思うぐらい明るいので、そういう雰囲気にね、引っ張ってくれるんじゃないかなと思います。ゲーセンソー、ちょっと自分の推しキャラをね、推して勝ちてえと、自分のキャラを使いてえと、いう方いかがでしょうか。アルカフ、確かになんかずっとクリラマとか使ってるイメージですね。クリラマとか、なんかこうルシアとか、そういうなんかこう昔ながらのキャラクターでもずっと使ってるイメージがあります。はい、あ、アボカドで合ってました、合ってましたね、はい、イントネーション合ってた。そうということで、ギルマス、トモさん率いるアルカフメンバー募集中です。連絡先はこちらまで、トモさんまで、よろしくお願いします。で次のギルド行きましょう。ちょっとね、もうちょっと見逃し見失っちゃって、次のギルド、あ、ありました、はい。続きまして、こちらのギルドをご紹介させていただきます。まあ、結構懐かしさを感じる方もいるんじゃないでしょうか。ご紹介のギルドはこちら、ギルド愛の分散、読んでいいのかな。アームの千代田アスナということで、ギルド愛の分散から、ギルドメンバー募集の紹介来ております。ギルド隊もタウロスに、ギルバット基本毎日参加、ディスコード加入をお願いします。まったりと自由な編成です。突先自由、式ありもか、困ったら相談してくださいということですね。転生など不要、決して色あせることのないアームへの愛、お問い合わせは X 過去 Q ツイッターブッダまでということで、まあ、あれですね、エピソードいただいてるんで、そちらちょっと読ませていただきましょうか。皆さん、こんにちは。こんばんは。ひっそりと存続を続けている、アイヌ分散です。一応、アイヌさんの姉妹ギルドです。今回は5人ほど募集しています。アイヌさん、最近始めた方だと、アイヌさんって知らない方もいるかと思うんですけど、もう本当に毎日ギルドバトルの配信をしていたね、配信者の方がいて、そこの、姉妹ギルドとなってます。ギルドとしては毎日楽しく、ちょこっとギルバトやレイドを頑張っているギルドとなっています。ギルマスが転生を一切せずに遊んでいるので、転生とかしないといけないとか、そういう圧はないです。現在タウロス2にいます。
直近の期間限定ギルバとは、G3 リーグ4で1番でした。おお、1おめでとう。ほどほどに、まったりやっていますので、もし気になる方がいましたら、ギルマス、ブッタか、サブマス、アリスまで、ご連絡ください。待ってますと。そしてね、あるなんか書物みたいなものが届いたんですけど、書物というかなんかあらすじみたいなものが、届いたんですけど、読ませていただきますね。ちょっといい声で読むやつかな。ある日、幻影界に一人の王が舞い降りた。彼から放たれる数々の言葉は人々を奮い立たせ、気づけば彼の周りには100人を超える兵士たちが集まった。王は新たに王国を作り、4人の兵士に権限を与え、さらに4つの城を築いた。この時に生まれたのが後の愛の分散である。しかし平和な時代の終わりもついに訪れてしまう。王の築き上げた城が一つまた一つと崩れ落ちていったのである。そして最後に残ったのは王の城と愛の分散である。王は我々に兵を託し、こう言って去っていきました。いつかまた蘇る。この言葉を信じ、愛の分散は今も王の帰りを待つのでした、といただいております。っていう設定らしいです。っていう設定らしいので、一緒に王の帰りをね、待ちたい方、愛の分散いかがでしょうか。今多分ね、他のゲームたくさんやってると思います。王は、はい、よく見ますはい、ということで、ギルマス・ブッタさんとかもね、僕もやっぱこちらもイベントでご一緒したりとか、アリスさんともツイッターでね、こうリプし合ったりとかで、遊ばせてもらってるんですけど、気さくなね、非常にこう絡みやすい方たちなので、ぜひ、ちょっとこう遊び仲間欲しいなと、こう友達欲しいなという方、愛の分散いかがでしょうか。ちなみに募集要項こちらですね、ギルメン募集カードになりますけれども、石像の88781010と結構高いですよね。人数30名となっていますが、今回5人募集となっております。ランク制限はありません。気持ちが大事。キャラ愛を尊重し、自由な遊びをモットーに日々戦っていますということでね、好きな編成で、結構上だよね。タウロス2だからヒリヒリしたね。ギルバ楽しみたい方いかがでしょうか。テキストチャットで情報を共有したり雑談したりと、ゆるい交流などもあります。興味がある方はギルマスブッタまで、ということで、こちらね、愛の分散よろしくお願いします。はい、ということで、結構ね、愛の分散さんもね、昔のギルドとかでたくさん戦ったりしてるんで、お馴染みのある名前のギルドさんですね。それでは続きましてのギルド見ていきましょう。今回はね、こちらは新しくというか、初紹介のね、ギルドとなります。こちらギルドラーマさんでいいのかな、ギルドラーマさん、アリエス2のギルドとなっています。リアルの時間を重視することで自分のペースで育成ができるまったりギルドです。星は気にしません。ギルバトと幻影戦争が好き。誰かと競う必要もありません。新規の方から無理なく幻影戦争を続けたいあなたをお待ちしております、と素敵なね、募集もいただいております。で、 PR ポイントもね、いくつかいただいてるんですけれども、こちら私消えます。はい、ラーマさん、PR ポイントとしてはですね、とにかく自由でリアル重視のギルドです。ギルバト中はみんなの声かけをしつつ、時にはギルバトと直接関係ないことで盛り上がってますと。そんなギルドラーマでは現在メンバーを大募集中、最大12名、加入いただけるということで、たくさんの仲間をお待ちしております。
今弊社だけ利用してるけどギルバトに興味あるなという初心者の方、僕も初めてラーマでギルバト始めました。そんなあなたにラーマはぴったりだと思いますと、こちらゲンさんという方ですね。今画面右左下か左下のゲンさんという方からメッセージをね、DM 応募いただいたんですけれども、初めてこのギルドに来てギルバトを始めましたと。で、そのなんで、きっかけというか、これもね、聞いてきたんですけど、今までね、そのギルバトをやってなかったんだけど、なんでこちらのギルドに来て、ギルバトを始めようという気になったというか、きっかけはあったんですかっていうことを聞いてきたんですけど、ラーマさんのね、ギルメン募集がツイッターに流れてきて、キーワードがね、ちょっと気になったと。ハードルが下がったことは大きかったですということで、星は気にしないことっていうことが一つと、初心者も歓迎されているっていう、この2点でね、ハードルが下がったようです。結構そのハードルがね、一見低そうに見えても勝つためにはルールが必要で、それに順応する必要があるのかなっていうふうに思ってたんですが、実際入ってみるともう自由に攻撃して、防衛とか攻撃の編成も自由で、かつね、防衛編成の変更もいらないというね、自由な場所だったので、逆に驚きましたという体験談をいただきました。自由だね。フリーダムだね。やっぱそう、何かしらこう、やっぱね、星が取りたいとか、勝ちたいとかで、防衛変えてほしいとか、あとは、そうだな、まあ模擬戦してほしいとかね、一回試してほしいとか、そういったこう新面積つけてほしいとかもそうなんですけど、まあ、そういうどうしてもお願いが出てくる場合があると思うんですよ。ちょっと勝ちたいっていう気持ちが出てくると、そこに関して、星がいらないと、星は関係いらないっては言ってないか、ごめんなさい、星は気にしないと言ってる、いうことで、かなりね挑戦もしやすいギルドさんじゃないでしょうか。右上にね、ちょっとこれ、ギルチャでキャラを演じてみたりっていうことで、ドランドさんとガーガスさんが喋ってるんですけど、ガーガスさんがね、なんとかさんよりも、えぐい縛りですね、それって言ってるんですけど、ちょっとかなりね、ナーが入ってないんでやりづらいんだけど、セリフもちょっと演じてほしいなと思いながら、ドランドとか、ガーガスとか、ちょっとキャラ縛り、キャラになりきってみようよとかね。そういったことも、ワイワイされてるギルドさん。ということで、ギルドラーマさん、こちらよろしくお願いします。ご不明点は左下ですね。フルナさん、小浜丸さん、ゲンさんまでね、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。結構エピソードとしてね、その、ギルバトをやってなかった人が入ってみてやったら、あ、面白いなと思えているっていうね、体験談が一つね、ポイントなのかなと思いました。なーがないなーは、あんまそりゃそうよなあ、喉潰れちゃうからさ、たくさん今日喋ってたくさんギルド紹介してるから、ちょっとね温存しておきましょう。なーはね、はい、私もやり始めオルドア区長ですよ。意外とでも楽しいよね、なりきるのってね。そのキャラになったつもりでね、こうチャットしたりとかするとね、楽しい、わかる。はい、それでは続いてのギルドを見ていきましょう。続いてのギルドはですね、今回で一番上位ギルドかな、こちら。あ、ちょっと待って、ちらって言ったんだけど、ちょっと待ってね、画面が乱れてしまう。はい、今回の紹介するギルドの中では最上位ギルドとなっております、こちらギルドアルバステラさんですね。マウント取ってきそうな J なんだ
ギルドアルバステラさん、現在、全体3位から5位と、もう、まあ、正真正銘の上位ギルド、リーグはタウロス1みたいなね。ディスコードは必須となっております。ちょっとギルド情報をね、ちょっとお伝えしていければなと思うんですが、2019年11月16日設立、現在タウロス1、リリースから2日後に設定されてね、もうかなりのもうとリリース当初から続いているギルドとなってます。適像は7、8、7、8、10、代理を含みギルバと全参加でお願いします。可能な範囲で統一防衛を していますと。で、メッセージいただいております。アルバステラは現在1から2名の仲間を募集しております。ギルバとは全体3位から5位くらいで、フローズさんなど有名ギルドと毎日対戦があります。ですがこのランク帯のギルドの中では最もゆるふわだと思います。イベントなどノルマもありません。防衛はみんなで考えています。基本は統一なんですけど、ない人はこれ、それもない人はあれ、まあ、さらにそれって感じで、第4希望まで、第4希望くらいまであります。少ない人でも、手持ちが少ない人でも、やる気さえあれば上位挑戦してもらえます。不安なら編成相談や突先相談も OK。 上位に挑戦してみたい、でもノルマガチガチは怖い、手持ちはなくてもやる気はあるという方にね、ぜひおすすめです。ということで、アルバステラさん、募集しております。結構その僕も上位隊にいた経験があるんですけど、そうなんですよね、このよく募集なんかで、まあ、手持ちよりもやる気っていうことを言われているギルドさんが多いと思うんですけど、まさに本当にそうで、手持ちが限られててもなんとかなるんですよこのゲーム。そうそうそう、自分が持ってるユニットと相手が持ってるユニットって違うんですけど、でも勝てる方法っていくらでもあるので、それを探し出すっていうね、やる気があれば挑戦できるんじゃないかなと思います。多分ね、そう、あの一番この気にされる、結構ね、いろんな方の話を聞くと、手持ちがないっていうところが一つ目のやっぱこうハードルになってるようなんですけど、手持ちよりもね、やっぱやる気は本当に間違いないので、ちょっと挑戦してみるかまでね、一回扉を叩いてみて、武者修行っていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、全体3位から5位、毎日バチバチですよね。先日盗みに行きたいもん、ごめん、先日参考にしに行きたいもの、どういう編成が流行ってるのかな、どういう方法でこう編成相談してるのかな、流行りは何なのかな、どうやってこうみんなこう模擬戦の回答っていうか、答えに近づいてるんだろうなとか見に行きたいですね。はい、で、秘密の福利構成があるらしいです。あの中身は教えてくれなかったんですけど、入団された方には秘密の福利構成があるということで、これはサプライズだそうなんでね、入団された方ぜひね、僕に後でこっそり教えてください。よろしくお願いします。なんだろうね、秘密の福利構成気になっちゃうよね。それが気になる、それが気になってちょっと入りたいまである。はい、ということで、アルバステラさんでございました。連絡先はですね、こちらパワーラブさんまで、ツイッターのね、パワーラブさんまでよろしくお願いします。それでは、続いてのギルドを見ていきましょう。続いてのギルドはですね、第4回でもご紹介させていただいたギルドになります。こちらギルドティアーズさんですね。前回はあのギルド画面をねスクショしたものをいただいた画像だったんですけど、ちょっとこうギルドポップがね出来上がって盛り上がっております。第4回でも紹介させていただきました。その後満員になったということで、いや嬉しい
嬉しいね、紹介した後に前になりましたとご連絡いただきました。最近メンバーの引退もあって、再度の募集とのことです。ギルドティアーズさん、ギルドランクアリエス3、石像は55657、ギルド方針としては自分のペースで無理なく助け合おうと。ギルド ID 見てご覧の通りで、ギルマスはリノアさんで、代行でアイスケさんという方が、まあ、実質ギルマスみたいな感じのようです。で、今回のね、応募でおそらく一番熱意がこもったね、応募いただきまして、多くのエピソード、多くの PR をいただいたんですけれども、ちょっとね、時間の都合で省略している部分もありますので、ご了承いただければと思います。メンバーにリスペクトがめちゃくちゃ深くてね、入りきりませんでした。はい。そんな、そんなティアーズさんのギルド紹介からしていきましょう。無理をせず、自分のペースで、楽しく長く続けてもらえるギルドでありたいと思っています。現在、アリエス2、25名。平均ランクは141だそうです。加入ランクは制限80以上となっております。実生活が優先です。 NG や指示などは原則ありません。ただし連絡なしで1週間以上ログインがない場合は対応する場合がありますと。結構ランク、平均ランクが低め、141っていうと、多分ストーリーバーって全部進めると160ぐらいまではね、上がると思うんですけど、平均ランクも141ということで、ランク低めのね、初心者さんとか、始めたて、中級者さんとか、いらっしゃるんじゃないかなと思います。エピソードいただいております。ね、まあ、前回もちょっと紹介したものなんですけど、2022年11月、去年の11月ですね、に、ブロンズ2に昇格しました。ブロンズ2、初昇格。ですが、1日で、ブロンズ3に降格となってしまいました。で、ブロンズ3に降格してしまって、まあ、失意のティアーズに奇跡が起きました。強さと優しさを兼ね備えたお暇さんという方がね、ギルドに来たそうです。ギルバトで無双するのみにならず、ギルドのコンセプトを提案してくれました。このコンセプトは、初心者さんに温かいギルドを目指そう。そのコンセプトで会員を続けていたら、初心者さんや復帰組さんがたくさん来てくれました。さらに教える側の先生も何人か来てくれました。その先生たちもまた、初心者さん、復帰組さんへ丁寧な具体的なアドバイスをしてくれました。特に、ムク校長先生という方、仮なんですけど、ムク校長先生という方がね、いらっしゃって、とても優しくて、現ギルマスにブレイブとフェイスが50のままだよと教えてくれました。現ギルマスは50の何がいけないのと聞いたら、嫌な顔を一つせず丁寧に教えてくれて、あの時は本当にありがとうございます。そんなこんなで、生徒たちはめきめき力をつけました。これはね、あるあるなのかもしれないですね。ちょっと、まあ、僕の話なんですけど、すいません、今話してるのは紹介の話じゃないんですけど、ブレイブとフェイスが50のままだよって言われても、50で何がいけないのってなる人は結構多いと思うんですよ。そこでもちゃんと丁寧に教えてくれる環境っていうのは、かなりね、優しく丁寧にね、育っていける環境なんじゃないかなと思います。結果、ブロンズ2に、再昇格してから順調に勝ち続け、アリエス2まで来ることができました。すごくない？ブロンズ3から2に昇格して、ブロンズ3に降格して、そこからアリエス2まで登るっていう。しかし現在アリエスの洗礼を受けまくってます。そして現在、先日の頂上決戦もほぼ全て力負けとなってしまいました。でも負けまくってる期間も頑張れるメンバーを中心に協力し合って楽しかったです。なので一緒にティアーズで私たちと遊んでくれる仲間を5名様ほど募集させていただきますということでね、5人募集しております。
メンバー構成としてはちょっと気になったんでね、ちょっとこちら見ていこうと思うんですけど、メンバー構成としては初心者さんと復帰組さんで約7割、7割ね。で、あと歴戦の猛者たちが3割ということで、かなりやっぱねランクでも、見れるように初心者さん、復帰組さんがね多いようです。こんな方に来てほしいというメッセージもね最後にいただいております。初心者やお悩み中、育成お悩み中の方、復帰組さん、会話無理せずで OK な穏やかさん、ギルマスリノアさんのフレマ相手、手動がね好きらしく、そんな方を大大大歓迎らしいです。お互いを思いやれる方であればどなたでもお待ちしておりますということで、ゲーム内よりね直接申請をお待ちしております。ギルド ID 左下21351676416までよろしくお願いしますということで、ギルドティアーズさん、放送こちらもね放送の後に、メンバーが来てっていうのもありまして、嬉しいことだし、お暇さんって方すごいですよねギルドの立て直し力すごくないコンセプト打ち直してギルバと頑張って、でメンバー勧誘っていうか、まあフォローもやってて、すごい方ですよね。ちょっとこれいろんなギルドさんにちょっと講師としてね講師開いても欲しいぐらい、ね、素敵なエピソードいただきました。ありがとうございます。そんな、ギルドティアーズさん、育成するあなたを育成する環境整ってます。これから現役生を楽しもうという方お待ちしております。よろしくお願いします。ちょっと水分補給もさせていただきながら、はい、それでは続きましてのギルド、見ていきましょう。続いてもは、こちらも初めてねご応募いただいたギルドとなります。こちらギルド名モーグリさん、モーグリ、ギルド名モーグリのね、紹介をさせていただきます。こちらギルド ID 23501248130、 こちらから申請いただければ OK です。人数現在27名となっております。3名募集、リーグレベルはタウロス3、石像も888810、めちゃくちゃめちゃくちゃレベル高くないか、石像のレベルは全部8、すごいですね。ランク制限は、ランク140以上となっております。活動方針は実生活優先、ギルバとは、参戦よろしくお願いします。一緒に楽しくギルバとできる方、基本自由とつ相談もチャットで OK、 私仁王をいじれる猛者も募集ということで、今ねコメント欄にご本人いらっしゃってますけれども、仁王さんをいじれる猛者募集と、新しい募集の仕方だよねいじってくれっていうね。そんなねモーグリさんのエピソードを PR いただいております。ギルバと自由凸です。統一防衛ありません。美化金も多い、古参ギルドとなっています。売りはどうやら仁王いじりが可能と、ってギルメンからそう言えって言われてるらしいです。これもいじられてますね。はい、代理含めてですがほぼ連日ギルバと全員参加で頑張ってます。よろしくお願いします。こちらは、ギルドエピソードになりますが、とにかくうちのギルメンは仁王というネームをいじります。仁王の子、仁王ゾンビ、仁玉、異仁王文字でちょっと伝わりにくいかもしれないんだけど、異仁王はねカタカナのイとニに分けて王ですね。一度仁王かっこ混合ってした時があるんですが、その時は
ギルメンがね、ニオかっこ豆腐とかにしてる人が出まして、ツッコミきれず大変です、助けてということで、ツッコミ役も募集してますし、ニオさんいじる方も募集してます。新しすぎるね、形がね、今までにない募集です。あ、もうコメント欄で見じられてるもん、もうね、ギルメンからのコメントでしょう。名前は怖いけどただのド M なので安心して来てくださいと。逆にちょっと怖いよね。ギルマスただのド M なんかちょっと怖いよね。っていうやり取りができるんでしょう。こういう今も僕みたいなね、やり取りができると思うので、ちょっとこうやっぱチャット系をね、こう交流を楽しみたいという方に、おすすめできるんじゃないでしょうか。名前でいじれる、チャットでいじれる、やっぱいじれるね、キャラクターって大事ですからね。ギルドの空気変わりますから。はい。さっきね、だから募集でさ、私仁王をいじれるモサも募集って言ってたけどさ、全然モサじゃなくていいんじゃない？みんないじ、どっちかですよね。ギルメンが全員モサか、モサじゃないかですよね。この募集がモサじゃないか、ギルメンが全員モサか。ちょっとどなたか入って確かめてもらって。一緒にね、遊んでいただける方募集中ということで、ギルドモグリ、よろしくお願いします。ゲーム内から直接申請で OK です。ベイロがさ、ちょっと可愛いよね。ちゃんとおしんベイロ、ミニチュアベイロ、味あるなって思いました。眉毛がいい味出してるなって思いました。はい、ニオさんもありがとうございます。もぐりよろしくお願いします。続きまして、こちらのギルドをご紹介させていただきます。続いてはこちら、ギルドエブラーナですね。ギルドエブラーナ、ギルメン募集中です。ちょっと僕隠れますね。ニミ、はい、ギルドエブラーナから応募来ております。アピールポイントから、ギルバトを楽しく仲良くでも真剣に、勝ちを目指すギルバトギルドです。エブラーナ独自のギルバトツール、門外不出、加入してからのお楽しみがあり、ギルバトを戦う上でのサポート体制もバッチリなので、若いランク帯からのチャレンジも大歓迎。門外不出？なんか秘伝のギルバトツールがあるってことですか？うわー、なんか忍者っぽい。やる気とモチベーションさえあれば楽しんでもらえるという自負があります。ギルバトを突き詰めて楽しんでみたいというプレイヤーさんであれば、編成、ムーブ、ギルバト戦術、すべて得るものがあり、楽しんでもらえるという自負もあります。各属性に特化したメンバーも在籍していて、情報共有も盛んに行われています。ギルドさんとの交流も盛んで、ギルド内 PVP やオフ会なども不定期で開催してます。ギルバト大好きなプレイヤーさん、ぜひメンバー一同お待ちしていますと、アピール来ております。自己 PR ね、来ております。僕も登場させてもらって、はい。あ、ちょっとペロさんから、ギルマスね、ペロさんからコメントもいただいてます。いや、このさ、加入してからのお楽しみってなんか気になっちゃいますよね。袋閉じみたいな感じ。ずるいな、この加入してからのお楽しみコンテンツは。はい。どうやらですね、なんかこちらもエピソード一ついただいてまして、二つですね、いただいてるうちの一つなんですけど、ギルドの邪気をすべて吸収して、全ガチャ天井するリータのおかげで、ガチャの引きが良くなったというメンバーの声もあります。これは結構行きたくなるね。ガチャの引きが良くなるっていう特典は、大きいんじゃない？実生活に響くよ。
あの、かっこ個人の感想らしいです。はい。ペロさん、そんなに天井してるんだな。天井したらね、爆死じゃないんで。天井前に撤退したら爆死なんで。はい。ああ、リーダーに邪気が。呪われてるじゃん。リーダーが。はい、そして、ギルドエピソード2つ目いただいております。ちょっとこれ読む前にね、すいません、もう一度ちょっと、飲み物を。ちょっとテンション上げて読めってちょっと言われたんで。ギルドエピソードいただいております。グッドエブニング、エブラーナ広報担当兼センターアイドルムンムンです。エブラーナはかつて崩壊の危機に瀕した経験があります。しかしリーダーのペロを中心にみんなで盛り上げ立て直し、新たな出会いを経て頼もしい仲間たちが集まり、今はタウロス1で戦うまでの結束の強いギルドになりました。でも環境も厳しくなる中で様々なタイミングが重なり、今メンバーの欠員でピンチなの。ここでさらなる出会いを、新しい出会いをいただいて再び30人集まることがエブラーナの目標。頑張るぞ、えいえいムン。ということで、ムンムさんからギルドエピソードいただいております。二度とやめてください。二度とやめてください。こちらね、エブラーナさん、メンバーの欠員でピンチらしいです。新しい出会いを皆様ご提供よろしくお願いします。ちなみに何名募集かはちょっとね、ここは聞き逃してました。これは被害届け。これね、ちょっと次はね、これね、一向にあるとね、こちらもお願いしますが、次回から怖いのよね。はい、右側の画像のようにですね、ギルド内 PVP もあって、まあ、レディースチーム対オッサンズラブチーム。こっちなんかあの、オッサンズチームでよかったんじゃないの？オッサンズの中にラブが発生してしまってるのかっていうちょっと疑問が出てしまうんですけど、こんなね、感じのね、ギルド内イベントなんかもやってるそうです。楽しそうね。楽しそうね。ガチャが、ね、ちょっと、引きが良くなって、ギルド内イベントもあって、うん。ねえ、多分待ちかねてると思います。はい、あなたの新たな出会いを待ちかねてると思うんで、はい、皆さんよろしくお願いします。3人から5名、ありがとうございます。3人から5名募集中とのことです。よろしくお願いします。おっさんずラブチーム。あ、コーエルはおっさんに入るのか。ちょっとね、わかんないな。コーエル若いよね。わかんないな。はい。ということで、エベラナさん、よろしくお願いします。ツイッターのね、右下。画面右下の、左下でした。ごめんなさい。僕から見て右下でした。画面のね、左下、ツイッターまで、ペロさんまで、ご連絡よろしくお願いします。はい、続きまして、ちょっと新しいというか、ちょっと面白い募集の、面白い募集というか、ちょっとね、放送的には、ちょっと、一つ面白いコーナーになるんじゃないかっていうぐらいね、のものをいただきました。こちらのギルドをご紹介させていただきます。はい、ギルド。タクトさんです。先ほどね、コメント欄もいらっしゃいました。天宮さんがね、募集しております。ギルド、ハクトさん。募集人数は3人となっております。現在のランクはタウロス2。ランクは80から。ディスコード必須となっております。よろしくお願いします。こちらですね、加入希望の場合は、ハクトさんまで DM をいただければと思うんですが、連絡先が出てないですね。こちら。天宮さん。まあ、どっちも合ってるはいるか。天宮、あとハクトさんまでよろしくお願いします。こちらですね、自己 PR いただいております。自己ベストの更新を目指して継続は力なりを。
隙間時間にコツコツ実現する仲良しギルドです。この継続は力なりをもうこうなんか募集画像で体現してますよね。画像に関して、ハクトに入ったらしたい100のこと、モチベーションを高めるために、視聴者の皆さんも幻影戦争で達成したいこと、挑戦してみたいことを考えたり書き出してみたりしてください。ぜひちょっと今コメントにぜひ皆さん幻影戦争で達成したいこと、挑戦してみたいこと、ぜひちょっと書いてみてください。ちなみにアサルトさんのしたいことを教えてくださいといただいてます。僕のしたいこと、そうだね、幻影戦争したいことか。そうだな、そうだな。このノートに書いてあることを見るとさ、結構みんなすごいんだよねそうだな、やった。あ、1個ある。あのギルドバトルで30人全員、まあ、29人か全員代理にして星90取りたいです全員代理にして、この日はギルマス大戦争にして星90を取りたい。これちょっとねやってみたいですね。僕のねやってみたいこと、助成金20万、あそれの目標大きいですね。20万は年単位だけどでかいな。20万貯まったら、ランさん星6を取る、いいですね、いい目標。取ってなかったっけ、親善大使の席狙う。この席開くかな、横に座りません、横にはい、ノート右側見ていきましょうね。ちょっとこれ画面拡大できるかな、ちょっと待ってね。拡大できたら、ね、拡大したい、ね、見やすいように、うにょ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 、はい、でギルドバトルで星6を取る、ね、100億ギルで豪遊、ちゃんと100億ギル貯まってるもんな。推しキャラをマックス転生させる、犠牲でメンバー全抜きする、あーこれも確かにいいですね、全抜きチャレンジ。100チェイン達成させるって相当難しいと思うけど、達成してるんだよな。100チェイン？どうやってやったの？アリーナ1、天下無双ですね。ガチャチケで神引き達成済み。うわ、ソル引いてら。ソルチケットで引いてら。ギルドランキング1位。国営放送でコメントを拾ってもらう。最高の仲間を見つけるがもうチェックついてるのがいいですよね。これからもっと最高の仲間を見つけるをね、22番目に書き足さないといけない。で最後に線を引くのはサービス終了まで見守るでね。そこまで来たら最後に線を引こう。そこはね、一番ラスト。僕で見えないや。クラスマッチでダイマス、クリセン揃える。セレクエ完全クリア。冒険度100万まで石像を磨く。100万いってるじゃん。すごいぞ、100万って。1日経験値いくつよ、いくつよって話ですよ。100万。異様です。拍手。拍手。はい、ということで、ハクトさん。ちょっとね、こういったものを一つでもね、自分のノートでもいいし、ギルドのノートなんかもありですよね。達成したい100のこと。布団に入ったら達成したい100のこと。ちょっとこのメンバー全抜きチャレンジ、模擬戦メンバー全抜きチャレンジを達成しに、ハクトへの入団、お待ちしております。ねえ、この、ユリーカがね、ここの、ね、書き足していこうってなんかね、ちょっとエモいっすよね。まだあと79項目書いてますんで、皆さん書き足してください。ハクトに入って書き足してください。よろしくお願いします。ということで、ギルドハクトさん、こんなねユニークなポップ画像も作ってくれてる天宮さん、こちらとなっておりますんで、
ぜひこちらまでご連絡をよろしくお願いします。はい、それでは、最後のギルド紹介となります。次のね、ギルドが14ギルド目最後見ていきましょう。こちら今勢いに乗りまくっている、今勢いに乗りまくっているこちらのギルド、竜の住処。こちらは前の紹介でも、前のね、ギルド紹介でも、ご紹介させてもらったんですけれども、コンセプトギルドとなってます。こちらですね、竜騎士、それから射撃銃等々ですね、あの縛りがありまして、ギルドの防衛の頭はその武具種のキャラクターにするというね、コンセプトギルドとなってます。このコンセプトギルド長らくね、変化がなかったんですよ。銃もね、銃もというか槍が出んと槍キャラが出ないと、長らく変化のなかった防衛戦闘になんとニューフェイスが来ました。その名はガーンズパクー。これ言わせてるよね、言わせたいがために書いてる説あるよなそれが勢いにあるね、ガンズバックという文字が、ね、書かれてました。相当嬉しかったんだと思います。ギルド情報はですね、現在タウロス3、そんなに上がったのそんなに上がったの、タウロス3まで来てます。全体140位前後、ディスコードは必須となっております。よろしくお願いします。ここからですね、ギルドの PR っていうか、ガンズバックの PR っていうか、ギルドの PR があります。あると何かと便利な横バフを標準装備、しかも横バフと同時にバリアまで張れる。それだけでは終わらないのが最新キャラ、一つ耐性ダウンを付与、自身の AP 回復、さらに単体耐性アップ、アビリティ説明の文章が長い、さすが最新。単体耐性の高さ、ナッツセラのフラク、自前バリア、これだけあれば白手アライアも怖くない。他にもデスペルスピア、ドレインジャンプとできることが多い。ドレインジャンプは一つ耐性ダウンさせた火属性を攻撃すると相手によってはダメージカンストするので、モリモリドレイン。とにかく一つ耐性ダウンを相手にばらまくため、最近潤沢になってきた槍ブグシュ VC と合わせて槍染め編成の幅も広がり、ギルバトにズバ旋風がやれております。またただただソルをぶっ飛ばしたい人にもおすすめ、オルトロスと一緒に槍無双しましょう。ガンズバックをよろしくお願いしますガンズバックじゃん、それはもうギルマスガンズバックかって話ですね、そこまで来たらね。竜の住処さん槍使い募集中です。ガンズバック使いも募集中ですけど、槍使いも募集中です。銃も募集中です。こちらね、ツイッター、旧ツイッター、タイガーさんまで、ご連絡よろしくお願いします。あー、そうだよね、久しぶりだよね、ディアルド以来だよね、工場キャラクターはもっと前か。とてもとてもね、熱意のこもった募集なのか分かんない、不況なのかもしれない、ちょっとこれは分かんないですけど、不況なのか募集なのかちょっと曖昧なところですが、ギルドガンズバックじゃなかった、ギルド竜の住処、よろしくお願いします。8名までね、対応可能となっておりますので、よろしくお願いします。ギルド内イベントもあるそうです。濃いギルドが多いね。やっぱギルドってね、様々な形がありますからね、コンセプトギルドもあれば、まったりもあれば、ガチガチもあれば、ね、とりあえずギルドっていうものもあるし、いろんな形があると思うんで、ぜひね、自分に合ったものを見つけていただいて、もし今日のね、放送で紹介したギルドの中に、新たな出会いがあれば非常に嬉しい、気持ちになりますんで、
ぜひご報告してください。よろしくお願いします。はい、ということで、以上で、本日のね、ギルド紹介放送の内容のね、全14ギルドプログラム終了となります。いかがでしたでしょうか。皆さん気になるギルドありました？まあ、入る入らない別として、気になるギルドとかね、印象に残ったギルド、やっぱね、ピピンってこう、このギルドになってくるところって、それによって違うと思うんですよね。コンセプトギルドいいなって思う人もいれば、こう、そこまでちょっと打ち込んで、厳選層、そこまでちょっと時間取れないし、ちょっとルール大変だなっていう方は、逆に、もうとにかく自由っていうところが合うと思いますし、というところがね、皆さんのことによって、スタイルによって、会う場所は変わると思うんで。まあ、全14ギルドだったんです。ちなみになんですが、ちなみにの話ね。親善騎士団も1名募集してます。画像は用意してません。ちょっと、画像用意するのおこがましいなと思ったんで、ずるいなと思ったんで、画像はないんですが、口頭で、リオニス親善騎士団1名募集中です。ゲーム戦争を楽しむにね、楽しむをコンセプトに遊んでますんで、ゲーム内申請からでも、アサルト宛てに DM でも構いませんので、お待ちしております。ということで、で15ギルドとなりました。職権内容15秒使わせてくれ。15秒15秒お願いします。ちなみにうちのギルドはなかった。グリーンさん、募集応募してる？あ、へえ、もう応募してるのかな。してたらちょっと言って、後で対応するから。もしなんか漏れてたりとかあったら怖い怖い。一応全部チェックしたつもりだったんですけどね。もし漏れてたら言ってください。ギルマスが装備なしで編成組むのが親善騎士団です。そうです。昨日なんと僕は装備なしでした。ギルメンが全部殲滅してくれました。チームワークが深いギルドだ。アピールしておきます。痛みよりも喜びで体が震えちゃうガンズバックさん。そういうガンズバック見てたから、さっきの竜のすみかさんもなんかそういう方に行っちゃったのかもな。グリーンさん、あ、してないと思う。まあ、やっぱね、サブ編成っていうのも可能になって、言っちゃえば27人で、まあ、満員対応、満員っていうか、まあ、フルパワーもちょっと違うか。サブ編成を使って、フルメンバーっぽい対戦をできるようになったじゃないですか。だけどやっぱサブ編成はサブ編成だし、やっぱね、人数いた方が楽しいし、ね、満員のギルドで入れるっていうのがね、やっぱ、まだ満員のギルドを増やしたいっていうのも、一つね、僕の今回の放送の目標でもあるんで、ぜひぜひ。応募があって埋まったら嬉しいし、問い合わせがあってね、まあ合わなくてもそういった問い合わせがあって効果が見えたらね、また次回以降またやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。そういう時期はちょっと責任感じる。前にもあった、ごめんなさい。まずい、ちょっとあんま悪行がバレる、悪行じゃない、ちょっとポンコツがバレる前に締めましょう。締めましょう。これね、ちょっと1時間半でね、時間もいい感じなので、皆さんもギルバトね、やってるところだと思いますんで、ギルバト頑張って。期間限定ギルバトも待って、あさって3日後か。3日後からは新しいマップになります。雷ユニットのね、単体耐性が上がるんだっけ？あと、体験のね、ユニットの力が上がると、攻撃が上がるのかな？ということなんで、新しいギルバトマップになって環境も変わりますが、
そんなところもね、月初から相談できて、模擬戦なんかもやって、ギルバト頑張ろうっていうギルドでもいいし、とりあえずちょっと一旦ね、様子見るかみたいな感じだったらね、自由なギルドがいいと思いますし、皆様の出会いに立ちあれということで、本日の購入放送ご視聴ありがとうございました。次の購入放送は10月1回2回予定をしておりますんで、そちらもねまたお楽しみにというございます。それでは皆さん、また次の購入放送および配信動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。ギルバト頑張って。おやすみなさい。